49岁的志玲姐姐，暌违5年，6月22日再度于日本公开亮相，掀起网友们的讨论。她为北海道职棒开球，身穿白色上衣牛仔裤，甜美亮相，还用日语与英语向观众问好。そうですね。皆さんこんにちは、林志玲です。人生初めてのファーストピッチです。今日は新たなチャレンジができて、そして皆さんから力強い応援をいただき、本当にありがとうございました。力になりました。Hi everyone, I'm Chilling, and thank you for having me here today. I think it's such an amazing experience.现场转播镜头捕捉到他在场边戴上狐狸耳朵，大跳日本火腿啦啦队的招牌狐狸舞，可爱萌样瞬间收服球迷，被日本媒体大赞奇迹49岁。